リネットは畳み込みニューラルネットワークの機構であり、1989年にヤンルカンラによって提案された。リネットという語は一般に単純な畳み込みニューラルネットワークであるリネットマイナス語を指す。畳み込みニューラルネットワークはフィードフォワードニューラルネットワークの一種であり、人工ニューロンが周囲の細胞の一部をカバー範囲内として応答することができ、 大規模な画像処理に適している。リネットマイナス5は、最初期の畳み込みニューラルネットワークの一つであり、深層学習の開発を促進した。1988年以降、長年の研究と幾度もの成功を経て、この先駆的研究は、リネットマイナス5と名付けられた。ヤンルカン1989年、ベール研究所のヤンルカンらは、バックプロパゲーションのアルゴリズムを、 初めて実用化し、タスクのドメインからの制約条件を与えることで、ネットワークの繁華学習性能を大きく向上させることができると考えた。彼はバックプロパゲーションアルゴリズムによって学習した、畳み込みニューラルネットワークを組み合わせて、手書きの数字を読み取り、それを米国郵政公社が提供する手書きの郵便番号の識別に提供することに適用した。これが、 後にリネットと呼ばれるようになったニューラルネットワークの原型である。同年、ヤングカンは別の論文で小さな手書き数字認識問題について説明し、問題が線形分離可能であるにもかかわらず、単層ネットワークの繁華性能が乏しいことを示した。多層の制約されたネットワークでシフト普遍特徴量検出器を使用することで、モデルは非常に良い性能を発揮した。 彼はこれらの結果がニューラルネットワーク内の自由パラメータの数を最小限にすることでニューラルネットワークの反華能力が向上することが証明されたと考えた。1990年手書きの数字認識に逆電波ネットワークを適用したことについて論文で再び述べた。彼らはデータに最小限の全処理しか言っておらず、モデルはこのタスクのために慎重に設計され、 それは非常に制約の多いものだった。入力データは数字を含む画像で、米国郵政公社が提供する郵便番号をデジタルデータでテストした結果、モデルのエラー率はわずか1%、リジェクト率は約9%だった。彼らの研究はその後8年間続き、1998年にヤン・ルカン、レオン・ボトゥー、ヨシュア・ベンジオ、パトリック・ハフナーは、 紙の手書き文字認識に関する様々な方法をレビューし、標準の手書き数字を使用してベンチマークタスクを特定した。これらのモデルを比較し、その結果、リネットが他のすべてのモデルよりも優れていることを示した。また、ニつのオンライン手書き文字認識システムや、1日に何百万もの小切手を読み取れるモデルなど、ニューラルネットワークの実用的な応用例を示した。 この研究は大きな成功を収め、ニューラルネットワークの研究に対する学者の関心を呼び起こした。現在、最も性能の高いニューラルネットワークのアーキテクチャは、リネットと同じではないが、このネットワークは、多数のニューラルネットワークアーキテクチャの出発点となり、また、この分野にインスピレーションをもたらした。コンパリソン・オブ・ザ・リネットア,ンドアレクサネット・コンボリューション。 プーリングデンスレイヤーズリネットは初期の畳み込みニューラルネットワークの代表として、畳み込み層、プーリング層、全結合層などの畳み込みニューラルネットワークの基本単位を有しており、畳み込みニューラルネットワークの将来の発展の基礎を築いた。入力層以外の各層でパラメータを学習することができる。図中、コンボリューションは畳み込み層、プルは プーリング層、デンスは全結合層を表している。最初の畳み込み層は、サイズ 28X28 28の1チャンネルの画像を入力とし、サイズ 5X5 の6個の畳み込みカーネルを備え、サイズ 28X28 28の6つの特徴量マッピングを出力する。入力画像の情報が畳み込みカーネルの境界から外れることを防ぐ。 次の層は C1 の特徴量マップのサイズ 2X2 ずつの平均を出力するプーリング層であり、サイズ 14X14 14の6つの特徴量マップが得られる。次の層はサイズ 5X5 の16個の畳み込みカーネルを持つ畳み込み層である。最初の6つは S2 の3つの特徴量マップの各連続サブセット、次の6つは S2 の S2 の4つの連続サブセット、次の3つは S2 の4つの不連続なサブセット、最後の1つは S2 の特徴量マップすべてを入力とする。サイズ 10X10 10の16個の特徴量マップが得られる。次の層は S2 に似ており、サイズ 5X5 の16個の特徴量マップが得られる。次の層はサイズが 5X5 の120個のコンボリューションカーネルを持つ。 畳み込み層である。カクセルは S4 の16個の特徴グラフすべての5個金傍に接続されている。ここで S4 の特徴量マップのサイズも 5X5 であるため C5 の出力サイズは11となる。したがって S4 と C5 とは完全に接続されている。リネットマイナス5の入力が大きくなっても構造が変わらない場合、C5 の 出力サイズは 1X1 よりも大きくなるため C5 は全結合層ではなく畳み込み層としてラベル付けされる。次の層は C5 と全結合しており84個の特徴量マップが出力される。リネットはもともと単純な数字画像の認識のために開発された。ヤンルカンラは1989年にリネットの最初の形式を提起した。 バックプロパゲーションアプライドツーハンドリトンジップコードリコグニションという論文ではそのような制約をネットワークのアーキテクチャを通してバックプロパゲーションネットワークに統合する方法を示している。そして米国有勢校舎が提供する手書きの郵便番号の数字の認識に適用することに成功した。リネットマイナス5は畳み込みニューラルネットワークの出現を意味し 畳み込みニューラルネットワークの基本構成要素を定義している。しかし、当時は GPU などのハードウェアがなかったために、あまり普及せず、サポートベクターマシンなど他のアルゴリズムでもリネットと同等以上の性能が得られた。2012年のアレクサネットの成功以来、畳み込みニューラルネットワークは、コンピュータビジョンの用途で最適な選択肢となり、R、 CNN シリーズなど様々なタイプの畳み込みニューラルネットワークが提案されてきた。現行の畳み込みニューラルネットワークモデルはリネットとは大きく異なるが、すべてリネットをベースに開発された。ありがとうございます。